え、おはようございます。今日も FX の相場解説の時間がやってまいりました。4月12日、朝6時の相場解説。まず、冷やしの方から見ていきます。お話ししているように、ボラティリティがどんどん収まっていってですね、こういう風な形で、直線がどんどん短くなっているでしょ。で、ついに収束してトライアングルを描いたところで、ブレイクして上に抜けたということになっています。で、下ヒゲを出した陽線が出ていて、3平から4平を作っているってことは、これからもね、 こういういいいに上昇していく力が強いという,ふうに冷やしでは考えられます。ところがですよところが4時間ではちょっと別の解釈が成り立ちますというのがここに逆のヘッドショルダーが見えてくるんですよ、ね、それでいてネックラインはここにあるわけなんですけどもただこれがね別に安値圏で出てるわけではないんですよねかといって高値圏でもないんですよちょうど真ん中ぐらいです どういうふうに判断するかと言いますと先ほどのこの東ですよね安値県っていうのはまあ大体この辺りのことを示すんですけどもね当然高値県というのはこの辺りのことですとなるとこの辺りって安値県によってはいるんですけども完全な安値じゃないですよねだからあの逆ヘッドショルダーとかダブルボトムトリプルボトムが素直に ずーんとね、上昇する抜けるエネルギーになるかどうか疑問なんですよね。疑問なんですけども、ヘッドショルダーの逆パターンができていることに気づいていれば、上にある程度抜けることの目算は立つんじゃないかなってことで昨日お話しました。それを前提にちょっと1時間を見てみましょう。はい、じゃあ1時間を見るとですね、昨日失敗したんですけども、ぐーんと伸びたのが、この辺りで、 n を書いて上に抜けるか、それともここに弾かれてレンジを作るかなっていうところで貼っていたんですけども、もうワンテンポ、も待った方が良かったですね。ここで跳ね返って上の方に行きました。で、今日考えるのは、ここを突き抜けて上に行くのか、それとも、こっから下の方に向かっていくのかってことになります。さあ、これがどう思いますかってことなんですけども、えっとね、今ね、ヒゲじゃないや。 ちょっと窓を開けててる状態になってますねここね見えにくいと思いますけども多分これ窓が開いてるんじゃないですかねっていうことは窓埋めで上向ける力が強いのかなと思いますけどもだからといってここを超えるかどうか分かりません133円の865133円の865を超えたらおそらく134円はその日のうちに行くでしょう、まあ、それが今日中に起こるかどうかはね何とも言えませんけどもねそれから下の方に向かうようだったら下の方に向かうようだったらねこのまま。 ここまでのレンジを作ると思います。ですんで、今日の午前中に見極めたいのは、順調にこのままね、寝動きが進んでいけば、午前中に抜けて上に行くのか、レンジを作るために下に行くのかが分かると思います。ここを見極めていきましょう。今日のとりあえずのミッションはそこです。そこが分からない限り、水木金のあエントリーはありえません。 ということでね、最近エントリーするチャンスがすごく多かったんですけども、昨日はちょっとノーエントリーが正解だったかなってことで、えー、と今日はね、エントリーできると思いますけども、うん、まあどうなりますかね。はい。じゃあ見極めのポイントは2つです。抜けて上に行くのか、跳ね返って下に行ってレンジを形成するのか。いつものパターンですけども、ここを注目していきましょう。それでは。